みなさんこんにちは、しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は疲労カゴ一番くじをやってきました。で、まあ今日は17日の土曜日なんですけど、まずね、昨日の16日の金曜日にミニストップに行って2回やってきました。2回で、今日本日17日の土曜日に5回やってきました。ということでね、こっからちょっと私長話をするので、もう開封動画、あ、もう開封だけ見たいって人は飛ばしてください。じゃあ今から語りますね。で、前回の疲労カゴの一番くじ、前回だったかな、わかんない、前々回か前回かわかんされたんですけど、一番くじやって、でですね、りみちゃんがね、こちらも A 賞を出したんですよ。で、昨日ミニストップにパパと私2人で行ったんですよ。そしたら会ってさ、リミとね、一緒にね行って遭遇すればリミに引いてもらおうと思ってたんだけど、パパと遭遇しちゃってしちゃったんです。それで2回引いてきました。私1回パパ1回で、そしたらもう見せちゃいますね。もう昨日のうちに開封しちゃったんで、これはまずね、このパパがこのね、ネクくんのね、このコップ、こちらは F 賞ですね。で、パパが引いたの？パパが引いたの。でね、フィギュアの次にいいやつだったんですよ、F 賞、このグラスが。で、良かったんです。で、私が引いたの H 賞で、一番低いやつの B 組だったんですよ。 B 組なんだ。 B 組の一番低い、でも私キーホルダーを欲しかったの。なんかでも B 組だったんだよね。やっぱ私って運がないんだなと思って。うん、確かに。とことん運がないんだなと思って。でね、ですね、今日本日またリミちゃんとお出かけに行って巡り会えたんですよ。そう、たまたまね、たまたま雑貨屋さんに入ったら普通に会って、まさか雑貨屋さんにね一番くじがあると思わなかった、ね、しかもヒロアカだよ。雑貨屋さんにさ、女子が行きそうなところにヒロアカの一番くじがあって、びっくりだったね。えー、と思って。でも今でも結構引かれてたね。でもなんか今の時期っていうか、今の雑貨屋さんってもう鬼滅が流行りだしてから、どんどんグッズが置かれてるイメージはあったんだけど、ヒロアカの一番くじがあって、で、まずリミちゃん2回やったんです。で、私も2回いいよって言われて2回やったの。計4回やったんですよ。そしたらですね、なんと全部グラスでした。でですね、もうデクくんが出ちゃってるんで、デクくん以外を狙いたいなと思ってたんです。でもやっぱりもう結構引かれてて、もうお茶子とかもフィギュアがなくて、本当に残ってたのがもう A 賞、 B 賞、D 賞、E 賞だったんだけど、でもお茶子以外のフィギュアが全部残ってた感じだったんですけど、それでフィギュア欲しいと思って、でもね、もうなんか今回はここまでにしようって流れだったんですけど、私はどうしても諦められなくて、自腹で1回やったんです。しかもリミちゃんに引かせたんですよ。リミ、お願い A 賞って言って、そして引かせたんです。そしたらですね、見てください、こちら。え、そうきました。リミすごいよね。自腹をかけた甲斐があった。だって A 賞って一番いいやつだよ。前回もリミ A 賞あって、前回もリミちゃんも A 賞って言って、今回も A 賞リミちゃんが当ててくれました。うわー、嬉しい、やばいよね。だって1回引いて、最後に1回ねって言って最後1回引いたら、まさか A だとはね。そうなんですよ。だって A 賞って2本しか入ってないんですよ、全部で。そうなんです。そのうちの1本ですよ。やば、当ててくれました、リミちゃんが。すごいびっくりしたよね。しーちゃんもうレジのとこでうわーみたいに言ってて、本当は動画撮りたかったんだけど、めっちゃ喜んでました。でですね、前回立ってるフィギュアなんです。で、今回シャフのジャンプしたっていうか、ジャンプしてるから膨らんでる分ちっちゃい、ちょっとね、ちっちゃいです。あ、かわいい。怖いということで、早速開けていきたいと思います。でもこれはね、中身を吸ってるんで、先に中身がわからない、この4つのグラスを開けていきたいと思います。で、グラス7種類あって、こんな感じで7種類あって、デデクくんが出たんですけど、なるほど、
だからね、そうですね、あと4種類が出るということで、全部デクくんだったらウケるよね。確かに。それはそれで伝説だよね。もう全部デクくんみたいな。それはそれでウケる。よっしゃ、開けていきたいと思います。はい、じゃあ開けていきましょう。ちょっとじゃあどうしよう、待って、誰が出ても嬉しいんだけど、ちょっと近寄ろうかな。なるべくシンプルは出ないでほしい。個人が欲しいな、私的には。よっしゃ、開けますね。はい、2個目。それは何？1年 A 組全員が映ってるやつじゃね。嬉しい、待って、嬉しい。1年 A 組全員が映ってるやつっぽい、これ。1年 A 組のコップです。おー、すごい、そういう感じなんだね。嬉しいですね。うん、よし、じゃあ次いきます。待って、やばいんだけど。次いきますもうなるべく見ないようにしたい。うん、でも開かない。よし、開きました。いきます、2個目。かっちゃんが来ました。かっちゃん、嬉しい。お、かぶってない。かぶってないね。嬉しい。これ並べようね、絶対。こんな感じで、やば、はい、待って、並べようね、これ絶対並べる。はい、あと2個。何が、かぶっても嬉しいし、かぶんなくても嬉しい。あ、かぶってない。お茶が来ました。よかったね、かぶってない。絶対飾ろう、ここ。やば、やばい、かぶってないよ。すごい、かぶってない、かぶってないって、すごいね。もうここまで揃ったらいい感じだね。やばくない、かぶんないでいけるかな。いけるはず。わかんない、次いきます。かぶんないでいきます。はい、絶対かぶんないでいきます。わかんないけど。おちゃこがないのが悲しいよね。いきます。もうかぶってない。すごーい、シーソーくんが来ました。嬉しいです。はい、嬉しい、嬉しい。やばい、かぶってない、嬉しい。すごーい。ということでね、全5種類持てないわ。ちょっと引きますか。引いてください。こんな感じで、ということでね、はい、全5種類こんな感じで出ました。すごい。でもまだトドロキくんが出てないね。トドロキくん、うん、嬉しい。ということで、この5点でした。はい、絶対これを飾ろうと思います。すごい、これ使えないよね、可愛くて。そうなの、コップですけど。使えないよね、可愛くて。はい、ラストです。ラスト、こちらのラスボスを開けたいと思います。いいですか、皆さん、心の準備は。はい、私大丈夫じゃないかもしれないけど、開けます。よし、開けますね。前回はですね、なんか立ってたんで、うん、こういう感じとかついてただけなんですよ。けど今回はですね、台座がちゃんとついてます。台座がちゃんと、へー、安定、不安定だからかな、形が。こんな感じで台座がちゃんとついてます。ちょっと見にくいかな。すごい、すごいね、しっかりしてそう。でもさ、うん、これでさ、680円は安くない？まあね、まあね、当たればそりゃね、そう、やばいよね。高すぎでしょ、クオリティが。刺す感じ。お尻？お尻に刺すの？え？オッケーオッケー。いただきました。完成です。おお。やばい。かわいい。かわいい。前回のとどうですか？かわいい。やばいね。ね。はい。やばい。こんな感じで。やばいね。やばいんだ。かわいいんだけど、うらさまれてる。こわっ、怖いよ、うん、はい、幸せです。はい、ということでですね、うん、はい、ちょっと並べましょうか。はい、はい、ということで今回はね、ヒロアカの一番くじを開けてみました。
うん、今回はね、私にとっても夢の企画だったようなもんなので、誰得かっていうと私と、なんか私がもう得な、私得しほ得なんですけど。そうですよね、だってリミが3回やったって言っても全部しほちゃんのとこに行くわけですから、リミはただ代わりにやったよみたいな感じ。全部しほ、もうここの企画はもうしほ得なんですけども。すみません、ありがとうございます。ということで、それではバイバーイ。